日本埼玉県新座市伸び止め伸び止めは埼玉県新座市の町名。現行行政地名は伸び止め1丁目から8丁目。郵便番号は352-0011。埼玉県新座市中央部、新座駅周辺一帯に位置している。区画整理事業が行われ、宅地化が進んでいる。北東から南西にかけて伸び止め用水が流れる。南西の境は、 関越自動車道が通っている。平林寺の緑地などが保全され、かつての武蔵野の風景も残る。二丁目は、大江戸線延伸計画における、新座中央駅予定地の北側にあたり、大規模な開発構想がある。昔、焼き畑が行われた頃に、その日が人家に及ぼさないように、塚や包みを築いて止めたことによる、埼玉県知名事典。 ニラ塚一三郎関東図書。古くは、伸び止め塚に由来し、文明年間に記された、開国雑記にもこの地名が、読みと取れるという。なお、焼き畑農業の炎症を食い止めるために、用水路が多数作られたために伸び止めと名が付けられたという記載が、ウェブ上に見られるが、用水路が築かれる以前より伸び止めという名が、地名として使われていたことより、これは誤りである。 また、この用水路は生活用水として使うことを目的に築かれたものであり、焼き畑農業の炎症を止めるためではない。なお、東京都東久留米市にも同名の地名があり、東村山市にも伸び止め小学校が存在するが、これらは伸び止めと読む。新座市内でも新座市立伸び止め小学校のように、読みを伸び止めとする場合もある。 2017年1月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。